でん。どうも亀梨和也チャンネル、亀チャンネルです。さあということで今日はねテンションなんと焼肉です。というのも、これまでご飯とかもいろいろね亀チャンネルで行かせてもらってるんですけど、シリーズ化していこうじゃないかと。一人ご飯シリーズ、イエーイ。まあ初回ですから、今回ちょっと贅沢焼肉をいただこうじゃないかということで、焼肉いけるということで結構肉抜きしてます。ということで今日はこちらのお店、ダン、焼肉ココンさん。超嬉しい。焼肉明るいうちにさ晩ご飯食べれるって最高ですよ。失礼します。どうも、あ、どうもよろしくお願いします。亀梨です。お願いします。どうぞ。じゃあ店員さんがね、はい、どうもよろしくお願いします。楽しみ。あ、来ました。はい、ありがとうございます。結構ね一人焼肉実はするんですよ、仕事終わりとか。大体でも流れ決まってますね、どこのお店行っても。まずタン頼んでとか。あ、ありますよタン。超タン、特選タン、うわ贅沢。特選タン5500円、贅沢。まずタンは行きたいじゃない。なりました。あ、どうもよろしくお願いします。お願いします。映って大丈夫ですか。あ、大丈夫ですよ。お名前を。源志郎と言います。源志郎さん、よろしくお願いします。っていうのは実は偶然なんですよ。よく行く焼肉屋さんがあって、そこで前働いていたね、そう、偶然って言って偶然の再会。ちなみになんですけど、はい、お肉の部位的、お店的におすすめは、タンからは行きたいんですよ。はい、タン、ハラミも和牛のハラミとタンを使ってるので、はい、あとは赤肉系は田村牛全部使ってますので、いいってことですね。じゃあまずウーロン茶と、ウーロン茶と、はい、ユッケを。ユッケを。サラダって大きいですか。サラダちっちゃいポーションで。あ、じゃあチョレギサラダも、はい、お願いします。まずね、そういうことになるよね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあいただきます。乾杯。乾杯。いやもうね、結構最近で言うと今絶賛ドラマの撮影をしているのと、あとは YouTube めちゃくちゃ、もう最近ねすごいっすよ。 YouTube 頑張って撮ってます。合間があれば YouTube だ。今日もですね、撮影こうやってさせてもらってるんですけど、今週4日間ですよ。まあでもちょっと YouTube もね頑張っていきたいですから、皆さんにこういろいろお届けできるようにねやっていきたいなということで、で言うと今週はちょっと、そうですね、もうちょっと一歩先になると思うんですけど、超大物 YouTuber との初コラボ、こちらもですねぜひ楽しみにしていただきたいなと、はい、思います。サラダ、はい、チョレギサラダ来ました。来ました、取りましょうね。ドン、チョレギサラダ、いただきます。これって皆さん知ってます？ビリって破くじゃない。僕なんかね、マナーの方に教わったことがあって、これって片方ずつこうやって抜くと破けずに取れて綺麗なまんまっていう、プチ情報。はい、じゃあいただきます。サラダはそうだな、食べたり、普段は食べなかったりするんですけど、今日はちょっとチョレギね、たまに食べたくなるよね。いただきます。うん、おいしい。そう、こんなこんなで一人ご飯シリーズをやって、なので結構皆さんからの情報とかもいただきたいなと思って、ここの店おすすめですとか、贅沢品からなんかこうちょっと穴場スポット的なものとかも、花鳥珍景とかもすごい好きだし、いろいろ行きたいんですよね。うん、でもどうですか皆さん、カミチャンネル楽しんでくれてますか。呪術つなぎもちょっとペースアップしていきたいなと思っていて、やっぱ改めて後輩とかね、先輩もそうですけど、一緒にあんだけがっつり時間を過ごすってなかなか機会がないんで、このカミチャンネルで
会って話したりとかしてるのはすごく嬉しいですね。おいしい。感謝。でも焼肉屋さんこのサイズでサラダとか出してくれたりするとありがたいね。一人前。来ました。綺麗。ありがとうございます。こちらがユッケ。わあ、綺麗。生のお肉大好きなんですよ。結構生もの好きなんですよね。あ、すいません、特選タン。はい、何枚ぐらい食べますか。あ、そういうスタイルですか。はい、一応厚切りか薄切りかが選べます。はい、悩む。薄切り2枚の厚切り2枚。2枚。あ、薄切り3枚の厚切り1枚。はい、お願いします。はい、ってことでまずユッケをいただきます。うわぁ、でも一人なんでちょっと直箸でいかしてもらいます。美味しそう。いいお肉よ。おいしい。ちょっと声聞かない。おいしいです。最高。最の高ですよ、これは。うん、いや結構この間深夜松屋、これも友達から連絡来ました。食べたくなるっつって釣られて行ったわとか。いや食べたくなりますよね、ご飯ね。うん、美味しいな。あっという間になくなっちゃう。呪術つなぎで言ってそうだね、ジュリーって。ジュリーも結構皆さんコメントもありがとうございます。そうなんかね、小さい頃から知ってるし、エモいとかなんかそういうコメントもたくさんいただいて、まあ俺としても久しぶりにね、大人になって、わあんなゆっくりするの初めてなんで楽しかったな。なんかジュリも帰りの車とかで、今日めちゃめちゃ楽しかったってなんかすごい言ってくれてたって、マネージャーさんが、マネージャーさんがマネージャーさん同士で話して、それをなんかありがとうございますって逆に言われて、いやいやこちらこそって感じだったんですけど、嬉しいね。でも本当にラップのこととかもそうだし、やっぱ呪術つなぎはそのゲストの特性がね出る企画を我々カムチャンネルもいろいろ考えてやらせてもらってるんで、引き続きちょっと企画出しからね頑張っていきたいなとは思っておりますよ。はい、そう考えると本当になんか去年ジュニア君たちのコンサートを演出させてもらったけれど、そういう思考と同じ感じかな。先輩とかはねもうあれですけど、後輩とかだといかにその来てくれるメンバーの良さが出るかななんていうのは頭を使います。僕は好きなんだなと思いましたね、そこに関して。そういう思考を感触って。あともう一つで言うと、なんかカメチャンネル部屋欲しいなってちょっと思ってて、ずっと。だから最近なんか寝る前とかすっごい不動産漁ってる。漁ってるってこう調べてる。ワンルームとかで。なんかカメチャンネル部屋なんかさ欲しいんだよ。キッチン、アイランドキッチンで。ちょっと普段のプライベートじゃなかなかこう住まわないだろうなみたいな、ちょっとおしゃれ部屋、デザイナーズマンションみたいな。今度見に行ったりします？不動産どう思いますか？ちょっとこの辺も皆さんコメントでね。ただうわーすげー、うわ、こんなのあんだみたいなの。ダメ？好きなんだよな最新家事情妄想、亀梨妄想シリーズ。もし亀梨邸建てるならしたらさ、ちょっと勉強にもなるしさ。失礼します。はい、単用で。うおお、単用。はい、レモンとこれなんだろう。レモンとパンに合うようにブレンドしてあるスパイス。スパイス、へえ。そしてネギだ。火入れるんだ、ここで。火はここでちょっと温めてかけて。へえ、そういうスタイル初めて。てかすごい偶然じゃない？たまたまさ知ってる方がいるってすごくないですか？すごいよね。来た！それでは、はい、失礼します。来ました。
綺麗。あ、薄切りって言っても結構厚めなんですね。和牛の黒タンのタン元を使用しております。和牛黒タンタン元、薄切りでもこの厚さすごい。で厚切りがドン。よし、じゃあちょっと焼いていきます。まずちょっと薄切りから。こんな感じでしょうかね。もう十分ですか。もう十分です。いきます。うわー、これずっと見てられるわ、この絵。たまにカメなし。焼き師さんを横にプレッシャーちょっとじゃあ見ててください。で採点してください。カメなしスタイル。でもね、そんなね、いいお肉ですから。うわー、見て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 。結構ね、ステーキとかなんかレアとかで食べたいタイプなんで、もう行っちゃって俺はいいなっていう。さあ、うわー綺麗。さあ、ということでいただきますよ。もう両手使いでも。新しい画角に挑戦しようということで今日は。いきます。うんうん、柔らかくてめちゃくちゃ美味しいです。すごい美味しい。もう塩だけで。でもちょっとスパイスも気になるんで、このスパイスをちょんとちょい漬け。いただきます。スパイスもいいですね。ということで、ちなみに焼き方は何点でしたか？100点です。本当に？ポイントは？いや、でも100点を110点、120点にやれる方法もないよ。かっこいい。かっこいい。じゃあちょっと120点バージョンいただきましょうよ。さあ、入りましたよ。やっぱ片面をしっかり。片面しか焼かないでいきます。片面しか焼かないでいくパターン？この厚さで？はい。ほう、和牛のこのタンはフレッシュだと生で食べられるぐらい美味しいので、あえて片面だけちょっとカリッとしっかりめに焼かせていただきます。はい。片面に温めたネギを乗っけて、それで火を入れる。ネギで火を入れる。蓋をしてあげるという感じの。これ楽しみじゃないですか。ネギもグツグツ。もう結構焼くんだ。1枚目召し上がっていただいたお肉も、はい、しっかり目にカリッとカリッと焼いてますので、ここでこっち面だけ、うお、一瞬一瞬だけ焼きます。うわー、うわー、お待たせしました。来ました。これはこのままですね。このままで。いただきます。うん。うん。素晴らしいです。このね、表面と裏面の硬さと。だから香ばしさとなんかその柔らかさと香りも違えば、本当このネギのね、めちゃくちゃ合います。はあ、幸せだな。続いて、はい、お願いいたします。特選ハラミ4800円、はい、でも1人え4枚入りで4800円だから、はい、2枚とかね。2枚で、はい、します。ありがとうございます。助かりますね、このシステム。あと上ロース、上ロースはタレ、タレ、ハラミ塩、ハラミ塩、ロースタレ、よし。じゃあタンがいただきます。ネギをちょっと乗っけて、レモン使ってないので、レモン絶対俺本当はね、普段は皮面で、皮にねタレの汁がこうついた方が香りが立つという。よいしょよいしょ。
ちょい漬けスパイス。ごめんなさい、お箸でいっちゃったけど。ライス。いただきます。巻いちゃう？巻いちゃう？巻いちゃおう。くわー。巻いちゃいます。いただきます。優勝。おいしい。来ましたー。少し胡椒。塩胡椒。はい。結構わりかし塩系が好きなんですよね、僕。はい。入りました。いいんです。うわいいね。だタン、ハラミ。で結構赤身とかなんかそういう普段行ってで結構締めとかでミノとか食べたりミノとかねそっちコリコリ系もすごい好きでハラミ焼くポイントっていうのはハラミも一旦外側で厚めだから火を入れます、うん、結構厚切りですもんねしっかり食べ応えがでこちらのハラミにはじゃんニンニクとわさびさんですね絶対合うやつ叩く繊維質なので繊維に沿って少し叩いたり柔らかくなるってことですかそうですね柔らかくなる繊維を初めて見るほぐしてあげるへえ楽しみ見てくださいよこれうわあおくる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 よいしょドーンうわー最高じゃないですかそれではいただきますまずそのままのがいいですよねそのままでそのまままずいただきますうんうんうん肉汁がすごいクリア全然なんかその嫌な香りも全くしないし旨味で滑らかなんですよでも確かにその繊維を切ってくれてるから食感が嫌な食感が残らないというかどうしようガーリックかな悩むニンニク大好きなんでいただきますいただきます合うね辛味とニンニク合うよ。これが亀梨の口に届くわけですよ。ちょっとわさびを。わさびバージョン。いただきます。ああ、これもいい。さっぱりと。さあ、来ましたよジョロスドーン、ジョロス本日は、田村牛のサーロインですうわ、すごい一緒に、一口のご飯とラモをお持ちしてますラモが、大分県の別府市から入れてますへぇー、きれいオランダのランとか、お花のランに王様の王と書いて、うんうん、ランをほぉオレンジ色が強くて、うん、お味がしっかりしてるこれをちょっと絡めて召し上げます。はい、お願いします。うえー。もう。わあ。ちょっとかかった。溶くというよりかはちょっとだけ割っていただく。ちょっと割る。よし、はい、いきますよ。濃さが分かれると思います。うわよし行きますよ行きますよまあここから向けちゃう真ん中にぶわーうわーおーははーやっほーかぶっといっちゃいますよいいですか行きますうん
絶品です。うん、柔らかい、うまい。いや、これはドーン、最後締まりますね。美味しい。あの脂身が全然嫌な脂身じゃないです。しっかり脂の旨味もあるんだけど、全くなんか変な残り方しない。すごいクリアに、油が上質ですね、やっぱりね。美味しい。でですね、皆さん、ちょっと今こうもう綺麗になってるんですけれど、本来ではコースでしか出てこないちょっとシャトーブリアンの来ましたよ、王様。コース用のメニューがあるんですけど、それ今日特別にちょっとぜひ食べてくださいとおっしゃっていただけたので、最後締めにシャトーブリアンバーガーって言ってましたね。ちょっと待ちましょう。じゃねー。うわーい、どん、おー、すごー。どういうことだ、エビとシャトーブリアン。田村牛のシャトーブリアンを厚切りにしてカツサンドにしてます。これは基本的にはコースの、コースの、そうです。今日はちょっとスペシャルにディッシュなんですけれども、ありがとうございます。ソースは自家製のソースにマスタードが、はい、ゴールデン、ゴールデンマスタードですね。粒マスタードが添えてあります。どうやって食べるのこれ、横から。うわ、もうカットです。いただきます。うん、おいしい。なんだこの揚げてる感じ。はい、一応揚げてます。カツサンドなんで。ほっか、はい、カツになってんのか。カツになってます。おいしい。お肉もうまいわ。ソースもおいしい。マスタードもいいですね。粒が大きい。そうです、粒マスタード。いや、美味しいわ。うん、お肉もほんと柔らかい。明日も頑張ろう。おいしいご飯って本当にそう思えるよね。いや、これもう満足だ。最後デザートは何がありますか。マンゴープリンか、はい、リンゴのシャーベット。あ、悩む。リンゴのシャーベットで、リンゴシャーベット、はい、お願いします。いや、満足。あ、最後来ました。どん、リンゴのシャーベット、ありがとうございます。もう本当満足ですよ。いや、でも本当にいただきます。うん、濃厚、さっぱり、おいしい。このシリーズちょっと充実させていきたいなと思いますので、ちょっとおすすめのお店があったりとか、そんな情報もコメントでいただけると嬉しいなと思いますし、どういうジャンルのお店に行ってほしいなんていうね、要望もあったらぜひぜひコメントください。ということで、チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。